はい、皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は 2021SNR の、ちょっとグレードの紹介を行っていきたいと思います。はい、先日BMW モトラットジャパンのホームページで、画面上でちょっとグレードのご紹介したんですが、現車をそうですね、交えてもう一度改めてちょっとご紹介したいと思います。はい、今目の前にありますのは、これはライトホワイト M モータースポーツっていう、カラー名称ということになります。で、左側の方はホッケンハイムシルバーメタリックというカラーですね。はい、で、今原車がちょっとここにないのですが、レーシングレッドというカラーで3色構成になっております。はい、グレードに関してはベースとプレミアムライン2種類あります。ベースグレードは基本的にメーカーオプションといって、品物をドイツで製作するときに、つけるオプションのことを言うんですけど、それ自体の項目は非常に少ないです。ベースグレードに関しましては、まずアダプティブヘッドライトといって、このヘッドライトの部分ですね、はい、この部分ですね、この部分のことを言います。今回コーナリングライトも、装備になっていますが、まずこの部分が、装備です。あとパッセンジャーキットといって、この後ろの部分ですね、このシートとかこういうものも、これ日本仕様独自というか、そのパッセンジャーキットという状態ですね、2人のに必要なものという感じです。はい、あとグリップヒーターですね。グリップヒーターのスイッチはこのようについてて、この中にその温まるものが内蔵されてるんですけど、それが装備となっております。あとは、保証ですね、3年保証ということになっております。これがベースグレードの装備内容です。おそらく、そうですね、ベースグレードはあまり日本に入荷してこないものと思われます。プレミアムラインが、メインになってくると思いますね。なぜかと言いますと、例えばギアアシスタントプロといって、走行中にクラッチを握らないでシフトのアップダウンができる機能が、結局今はもう当たり前になってますけど、それがついてなかったりとか、そういう部分になってくると思うんですね。はい、で、プレミアムラインの場合、この今2台ともこれプレミアムラインなんですけど、プレミアムラインの場合にはまずコンフォートパッケージが、装備になります。コンフォートパッケージの一つは、キーレスライドといって、このリモコンキーですね、今向こうもちょっとキータンクのところにキーさしてありますけど、このプッシュ式 の、 このように電源が入るやつですね。はい、このキーレスライドがまず、装備ということですね。はい、それとあと USB のチャージャーソケット、チャージャーソケットは、はいはいはい、USB チャージャーソケットはここですね、この部分に一口あります、はい、これが、装備ということです。コンフォートパッケージの場合には、このグリップヒーターがセットになっているということですね。はい、あとはクルーズコントロールですね。はい、こちらですね。はい、ダイナミックパッケージは、そうですね、ギアアシスタントプロ、こちらの、外観上このパーツで判別がつくんですけど、走行中 の、 シフトアップダウンをクラッチ握らなくてできるというものですね。はい、あとそれと DDC ダイナミックダンピングコントロール、ダンパーの制御を、6軸 の、 そのセンサーっていうのもこの中にはちょっと見えないんですけど入ってるんですが、それと、そのダンパーの動き自体をこう制御する、スプリングがそれぞれ入ってるんですけど、スプリングの動きをダンパーで制御するっていうのが正しい言い方になるんですけど、DDC の場合はフロントサスペンションは、こちらが EDC バルブってバルブ、こちらの制御と、あとこちらがスプリングプリロードといって、これは調整できるものです。はい、後ろの方は、ここで調整する感じですね。はい、であとこのストロークセンサーとかはまさにそうです。次にライディングモードプロなんですね。ライディングモードは、ここの部分で、このようにこう出てくるですね、4段階出てくるこのライディングモードですね。はい、それとあとエンジンスポイラー、下の部分ですね、ホッケンハイムシルバーもちょっと下の方にあれついてますけど、この部分も、
ダイナミックパッケージの中に入っています。はい、そのアダプティブヘッドライトってことですね。今これポジションついてますけど、はい、こちらは、実際、はい、こちらがロービームで、こちらがハイビームで、コーナリングランプはちょっとこの辺りでこう光る感じなんですね。はい、でこれがまあポジション級っていう感じですね。でパッシングですとこのようにこうつく感じです。はい、パッセンジャーキットの部分ですね、2人乗りに必要なシートと、あの後ろリアのペダルということですね。で3年保証で、これがプレミアムラインのセットということになります。ちょっとベースは、個別のパーツの組み合わせのセットで、プレミアムラインは、そのオプションパーツのその島がそれぞれ決まっているものをこうセットで入れているということです。これはもうあのディーラーお店側の方ではちょっとどうしようもない部分になります。はい、でこちらの、M スポーツのこのそしてナイトホワイト M モータースポーツのこのものに関して M パッケージというものがついているんですけど、 M パッケージに関しましては、チェーンですね、 M エンデュランスチェーンといって M のロゴがちょっと入っているところがあるんですけど、はい、ちょっとここにありますよね、 M ロゴが、この M エンデュランスチェーンですね。このローラー部が DLC コートになっているチェーンで、まあ、通常 の他のレギュラーモデルのチェーンとはちょっと違うということになります。はい、それから MGPS ラップトリガーは、これはソフトが付属するもので、物品をまたちょっと別途で買っていただく必要があります。はい、それからあとスポーツサイレンサー、こちらですね、アクラオビッチの模様が入ってますけど、これが装備ということになります。標準のサイレンサーは、こっちになります。一応こちらもあのディーラーオプション扱いでありますので、装着はもちろん可能です。はい、M スポーツシート、はい、こちらです。これが M スポーツシートです。今ちょっと外してあるんですけど、これがシートです。で標準のシートは、まあちょっとこうそうですね、こっちのがちょっと固めて固めなんですね。操作性重視のシートですので、標準のシートはこれになりますね。はい、で、バッテリーですね、これリチウムイオンバッテリーです。こちらです。この標準のメンテナンス3バッテリーと比べると形状はもう違う感じですね。このようにちょっと違います。はい、ちょっと見比べてみると、今ちょっともちろんこちらですね、感じで違います。はい、でホイールが違います。単造ホイール、 M のロゴがついてますけど、これが前後、単造ホイールです。機械環状ちょっと角張ってるんですけど、単造というのは金属組織をこうギュッと固めて、まあその形にするというものですね。で、こちらの、通常のホイールはこれ鋳造ホイールといって、一旦鉄を金属を溶かして形にして成形するっていうものなんですけども、形が明らかに違いますよね。はい、フロントがこちらで、リアは特徴的なのがここの部分のピッチがこれだけ間空いてるんですよね。はい、なんか肩持ちスイングアームに使うようなホイールのちょっとリム形状してるんですけど、オフセットがこれだけなってるというのがこの特徴になります。はい、でそして、こちらのそうですね、ホイール、さらにカーボンホイールのオプションがありますので、カーボンホイールのオプションも、つけることができます。はい、カラーによって販売価格が違います。レーシングレッド、今原車がないレーシングレッドが、ベースの、価格になりまして、ホッケンハイムシルバーメタリックの場合にはカラー価格がプラス41,000円プラスさせていただきます。で M スポーツ、このそうですね、ライトファイト M モータースポーツの場合には、こちらは、そうですね、357,000円と、あとパッセンジャーシートプラス6,000円というんですかね、金額的にはこれがやはりちょっと、価格帯としてはちょっと離れる感じで、さらにカーボンホイール装備になってきますと、さらに
ここからですと、26万8000円プラスということですね。あの単価では、BMW モトラトジャパンのホームページ内の見積もりシミュレーターの中にカーボンホイールの単価は、記載されていると思いますが、それをちょっと参考にしていただいて、まあそうですね、添付していただくって感じでしょうか。はい。で、標準装備、もともとがそのオプション、メーカーオプション以外の標準装備は何かといいますと、これはまあ、その一つ前の SR の方もそうなんですけど、アンチホッピングクラッチ、スリッパークラッチが標準装備ということですね。あとは、排気ガス規制のユーロ5を遵守したものと、あとは ABS プロといって、コーナリングの時の ABS を加減するシステムや、あと ABS 前後連動ブレーキなんですけど、それに合わせたブレーキ、あとコンプレッション調整機能付きのリアサスペンションですね。リバウンド調整機能付きリアサスペンション、プリロード調整機能付きリアサスペンション、あと DTC ダイナミックトラクションコントローラーもちろん装備、ラジャルフロントブレーキキャリパーですね。はい、あのヘイズ車のブレーキキャリパーが装備になっております。はい、倒立フォーク、あと TFT のカラースクリーンですね。あのアナログメーター存在しません。このメーター一択になります。あと LED ウィンカーもそうですね。デザインとかも全部一新されております。はい、あとテールライトとかもそうですね。フロントはウィンカーのこう付き方も、このような感じで、後ろは、ウィンカーとこのブレーキランプがこのようにちょっと取説シリーズかぶりますけど、このような感じですね。はい、でブレーキをかけるとこのような感じになります。はい、マルチコントローラー、ドロップセンサー、オンボードコンピューター、目にちょっと見えないところのオプションが付いてますが、リアシートカバー付きのライダーシートですね。2人乗りですね。はい、ライディングモード調整機能付きブレーキレバーですね。調整機能付きのブレーキレバーが付いています。はい、クラッチレバーもですね。でコネクティビティ、メーターの中 のソフトに関しては他 の RS とか GS と同じような感じですが、あと内に関しては前回のトリセスシリーズをちょっとご覧いただくと、その違いは中心にご紹介してますのでご参照ください。あとアルミ、タンク 16.5 リッターのアルミタンクということで、フレーム関係はフレックスフレームになりますので、あの向こうに見えます SNRR の2019年7月発売の今の、まあ、いわゆる現行モデルですね。はい、撮影してますのが2021年の7月なんですけど、現行では、あの車両がベースでこの SNR は作られているということになります。はい、ここにちょっと一つ前の SNR がいますけども、フレームワーク明らかに、異なるのが分かりますよね。こうストレートタイプのフレームから、ここがちょっと逃げてる、本来だったらこういうフレームワークですけど、これがこういうふうな感じで逃げていって、夏場とかのこの熱気が膝に直接かかんなくていいという感じになります。まあ、実際乗ってみると、実際この付近が比較的結構熱くなる感じなので、はい、まあ、もちろんリッターマシンで馬力も165馬力も出てますから、それなりの熱量は持つんですが、やはりすごく熱対策がすごくよく考えられている車種になります。はい、ということです。はい、ということで、まあ、今回ちょっと SNR の、まあ、ちょっとグレードの紹介ということになさせてもらいましたが、まあ、そうですね、かなりこう今回のもう車両に関してはまた細分化、前のモデルと比べて細分化しちゃってるので、不明点はぜひご相談くださいませ。ありがとうございました。